flying nearby in the tunnel area to approach Exit 63. Inform ATC on initial contact, received information Delta. Aircraft flying nearby in the tunnel area to approach Exit 63. Inform ATC on initial contact, received information Delta. ヤガミ一族の力を手に入れようとは思い上がりも甚だしいな。この力は一族のみに許されたもの。どんなに望んだところでヤガミ以外には扱えん。今回は命拾いしたな。次に拳を交えることがあったら、その時こそお前の最後、草薙が途絶えるとき。行くぜ今日バーサ大使レディーGo! Perfect!
ったく今回もひでえ目にあったぜ。ま、親父のことはいい、あれくらいのことじゃ絶対やられやしないだろう。どっかでのほほんとしてるさ。それよりもやつだ、八神の野郎がついに表に出てきたからには黙っているわけにはいかねえ。俺が草薙である以上な、本物の炎を食らいやがれ。またこんなオチになっちまった。父さんは引退するって言ってるけど、ますます元気に極限流道場を切り盛りしそうだぜ。結局今までと何にも変わってないような気がするな。Yeah!
ビリカンは倒したが、奴の後ろによくねえ気配を感じるぜ。こういう時の俺の勝手当たるんだよな。ま、誰がかかってきても俺は戦うだけだ。へっ、どっからでも来いよ。長い戦いでしたね。今度こそ完全にルガールはだといいがな。奴のことだ。どんな手を使ってまた蘇るか分かったもんじゃないぜ。その通りだ。だが今回の任務はひとまず終了した。ご苦労だったな。はっ。では舞台に戻りましょう。サンドラ、クララ、今度はゆっくり眠れそうだな。アテン、バータ、ハイチュー、レディー、ゴー！シベイ！シベイ！Whoa!
レディーゴなエネルギーの暴発なんて、どうして自分の手に余るほどの力を操ろうとするのかしら。自らをも滅ぼしてしまうのに。人間いうのは欲張りなもんやな。でもな、ああいうやつばっかりやないで、まともな人間だってぎょうさんおる。だから頑張ろうな。そうね、頑張ろうね、ケース。やっぱり骨折り損って気がするでやんす。はあ、俺たちこのままキムの旦那に連れられて一生修行で終わるような。はあ、さあ二人とも、今回の結果に満足せずにさらなる成長を目指して修行に励むんだ。はーい。ユリ、バーサ、大衆、レディー、ゴー！
実感湧かないな。さあ次の大会も頑張ろう。わあ、また一緒に戦ってくれるのね、キングさん。今度も私たちが余裕っちっていただきだね。ユリもマイもしっかり修行しといてね。任せて。私だって負けないわよ。
バーサスガールレディーゴガールの野郎、オロチ一族の力に目をつけるとはなかなか抜け目ないやつだぜ。だが所詮は猿真似、オロチの血を受け継いだものでなけりゃあの膨大なエネルギーは扱えねえよ。それにしても八神か、とうとう出てきやがったな。八神が表立って動き始めたからには俺たち草薙一族は黙っているわけにはいかねえ。歴史は繰り返されるって言うがよ、今度も草薙と八神の戦いが始まるってわけだ。格闘技の大会だの試合だのとはわけが違う、本当の命を懸けた戦いがこれから起こるんだ。660年も昔から争ってきたのに肩がつかねえんだからよ、そりゃあどちらも相当の力を持った一族だってことは間違いねえ。だが俺は負けねえ。はるか昔からの因縁、きっちり型をつけてやるぜ。俺の草薙の紅の炎でな。八神伊織、覚悟しておけよ。